ホーム改札口コンコースあたり駅と東武鉄道浅草駅の位置関係浅草駅は東京都台東区西浅草にある首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの駅。駅番号は TX03。浅草地区を南北に貫く国際通りの浅草ビューホテルとロックスビル前の地下に位置し工業街浅草公園ロックの西に隣接している。工事時の歌唱は 新浅草駅であったが、地元の強い要望からこの駅名に変更された。他線の浅草駅が面している馬道通りや、江戸通り側である、花川土地区、雷門前とは、浅草寺をはじめとする浅草の観光地外を挟んで、西側にある。東武鉄道、東京地下鉄の浅草駅とはおよそ600メートル、東京都交通局の浅草駅とはおよそ800メートル離れ、徒歩で、 約8から12分かかる。また、当駅から最も近いた路線の駅は、浅草駅ではなく、東京メトロ銀座線の田原町駅である。当駅から南へおよそ400メートル、徒歩5分程度。島式ホーム一面二線の地下駅。ホームの側壁には、浅草の風物詩をイメージしたイラストが描かれている。ホームと改札を結ぶエスカレーターには、 浅草ゆかりの偉人のイラストが描かれている。改札口には、自動改札機のほか、団体客用の友人改札ブースも設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は6719人で、ある。開業以来の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。前日の通り、浅草公園6区に隣接する、国際通り地下にある、当駅は、 観光客が多い中見通りなどの地区よりも西に位置し、カッパ橋道具街に近い。周辺には神社や寺院が多い。台東区浅草、雷門方面台東区西浅草、松が谷方面浅草一丁目と A バスの草24と京成タウンバスのアリル H、堀切線は通過する。浅草公園六蒸気のセンサを一丁目停留所に、 停車する系統のうち、草 41, 草 43, 上 46, 草63は、この停留所にも停車する。西浅草山丁目やや北側に離れた、こととい通りとの交点付近にあるが、草 41, 草 43, 草63の他に、以下の路線が停車し、当駅への最寄り停留所として案内される。つくばエクスプレス、浅草駅台東区循環バス。 メグリンが停車する。TX 浅草駅、浅草ビューホテルスカイツリーシャトルとリムジンバスが発着する。出店。ありがとうございます。